で、そのサングラスいつ買ったの？これあのマイケルの時。あ、そっかそっか、それか。This This What happened? あ、今インタビュー中、インタビュー中です。 OK Oh, no ふざけてないですよね、真面目ですよね。誰も特別でないのかも。 You and me ただし中古語だけ変わんない Girl, you don't need shiny light Let me like, let me give you even 感じない Let me like, let me be You don't need shinyもともとこのワルミーの MV の企画案っていうのが、もともと1個前のリリースのストラクチャーデッキの中に入ってる、リスクっていう曲の MV の会議をしてる時に、シンポさんが毎回何案か MV の企画を上げてくれるんですけど、それの企画の案の第1案、一番一押しみたいな案で出てたのが今回のバルミーの MV の企画で、でその時はもう全くその曲はできてなかったんですよ、バルミーの。なんですけど、もうなんかその企画を見た瞬間にこれちょっと書きたいなと思って、もうその企画に当て書きで曲を書いてみたいと思ったんですよ。なんかそれも結構そのリスクをやる前、やるまでにホーンとページっていう MV をもうシンポさんと2つ作ってて、でなんかこう俺らの曲からシンポさんがこうさらにその発想を飛躍させてもっと大きなものにして、それかまた別の軸でなんかその作品を作るのにちょっと憧れを持ってたところがあって、そのなんかその作品を元になんか自分がまた作るみたいなものにちょっと憧れがあって、でリスクを聞いてシンポさんが作ってくれた案をさらに自分が書いてみる、その案に当て書きするっていうのをやってみたくて、そのバルミができましたね。団体っていうんですかね、宗教団体、まあ、なんかコミューンを築いて、自分たちの世界を作っている集団みたいな、絵的な企画案で、前作のその、そのアイデアを出してくれたリスクっていう曲の MV を見ていただくと分かるんですけど、その集中しなさいパンフレットみたいなのが登場するんですけど、まあ、そのパンフレットの集団がそのバルミーライフのミュージックビデオの世界観に描かれてるって感じですね。チンポさんのいつも出してくださるアイデア、まあ、本当にそのおっしゃる通りぶっ飛んでるんですよ。で例えば前作のそのストラクチャーデッキのツアーでデュエルっていうのをやったんですけど、それの最後の追加公演でステージ演出とかもシンポさんにお願いしたんですけど、そのテーマを聞いた時にギャルのおならですって言われて、ああみたいな俺らもなるほどっすねみたいな。なんか俺らのクリエーション的にも結構昔からそのなんか真面目にふざけるっていうのを大切にしてるところがあって、うん、そのなんだろうな、結構新しいことってあこの人ふざけてんなって思われますけど、やっぱ結局 長くやってるとっていうか、最終的に時間経って人から評価されるとそれがもう王道になったりするじゃないですか、うん、なんかそういうふざけみたいなものってめちゃめちゃ大切だなと思ってるんで、なんかそのシンポさんのクリエーションとのなんだろうなこうマッチ感みたいのはもともと感じてたところはありましたね。なんか
まあやっぱ曲作りって結局、ね、やっぱ何でもできちゃうので、そういうなんか縛り的なものはあると逆に楽しいというか、なんかてかまた逆に新しいものが見えるというか、そういうのがあるので、なんて言うとしたんだっけな今な。いけ、マスターさん。はい、なんかこう楽しいなんておっしゃっておりますけれども、結構ね苦しんでそうだね、大変苦しんでね、1ヶ月だよね、1ヶ月で多分10曲ぐらい上げてきて、うん、これがこれがこれがっつって、バルミーライフに向けてデモを作ってくれたんですけど、最初に5曲出してくれた時にメンバーにこう聞かせてくれた時、もちろんすごいかっこいい5曲だったんですけど、その絵との整合性だったりとか、先行リリースするリードトラックっていうところとか、いろいろな兼ね合いでメンバーの反応がちょっとあんまり芳しくなくて、うんうん、レオがちょっと気まずそうにもう一回出すわって言ってで1週間後ぐらいにまた5曲出してきたんですよ、そのバルミーライフに当てるための曲、うん、その中の1曲がこの今回リリースに至ったバルミーライフだったんで、1ヶ月間でめちゃくちゃ制作してくれたっていう。いやなんかでもこうなんかもうその5曲出した時に結構そのリスクのもともと MV 案だったので、なんかリスクって曲割とゆったりしてるというか、なんでテンポ感も今のバルミーよりも全然なんかゆったりした曲調なんですけど、まあちょっとまあリスクよりかは前に出る曲ぐらいな感じだったんですけど、もっとやっぱ前に行かないとダメだなと思って、なんかその曲を進化させるっていうよりかは、ブラッシュアップするっていうよりかは、もう新しい曲をもうガッて作って、もうみんなに決めてもらって、そこでおのおのフレージングしてもらった方がなんか良さそうだなと思ったので、もうそこは死に物狂いで5曲書きました。追加の5曲は本当1週間、いや1週間だって、いやそう送ってくれて、マジで。そうなんです。でほぼフルだよね。フルフルで上げてきたに全部、うん、本当に全部フルだったね。そう。本当に多分あれは1週間で作ったやつだったと思う。あれもうマジで5曲出し切ってたから、そのあ、はいはい、元からあったアイディアをブラッシュアップとかではなく、その1週間で作った。すげえな。どういう生活なのそれ。あもうだからもう寝れないっすね。なんかなんだろう。なんだろうな、こう意図的に寝れないわけじゃなくて、なんか曲ができ、なんだろうな、なんか普通に眠れないですよね。もうベッドに入っても脳がね、そう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 、なんかすごいクリエイティブな状態に入ると結構ずっとやってたいタイプなんで、普通になんか無意識に寝れなかったですね。やっぱその最初に出してくれた5曲とは全然キャラクターを変えた5曲が来て、うん、それこそ BPM がそのテンポ感がアッパーだったりとか、うん、サウンド感が明るかったりとか、うん、まあ、それこそラジオとかで流れるとかっていうことも加味してたんで、その車に乗って聞くにも気持ちが良さそうな、うん、曲調だったりとかっていうのがすごい盛り込まれてて、後発で出てきた5曲に関しては全部自分たちが聞いて、もうどれにしようかってすぐにもう選べるぐらいの、そのバルミーライフに当てられる全曲、その5曲が5曲全部当てられるぐらいの、楽曲だったなっていう感じでしたね。その残りの5曲からバルミーライフっていうその最後の1曲どれにしようかって言ったら、みんな投票したのは今回そのレコーディングした曲になったので、うんうん、満場一致でした。満場一致。なんか俺は分かんなかったんですよ、どれが選ばれるのかとか全然分かんなくて、結構全体的にフラットにいい感じだなとは思ってたんですけど、なんかみんなのこう反応を聞いて、またさらにその曲への愛が深まって、そのレコーディングとかもクソ楽しかったです。なんか今回バルミーライフがそのレンズってアルバムを撮ってた中で一番最後に録音したんですけど、その中で多分各々描いてたその最後の一曲っていうところにすごい一番綺麗にはまったのがバルミーライフだったのかなって思います。いや貫禄あるわ、なんかちっちゃい。ありがとう。そう、あとその結構うちってそのレオがデモで出してくれた段階でついてるタイトルをそのまんま楽曲のタイトルにすることが多いんですけど、まあ、今回もそのバルミーっていう単語が入ってて、バルミーっていう単語が爽やかなって意味だったり、逆に気の触れたって意味だったり、かなり多義語というか、それがその MV の世界観とマッチしてたんですよね。明るいようでいて裏に狂気を感じるというか、
だからすごいなんかレオよくこんな単語見つけたなってその当時俺は思ったっていう。どっから見つけてきたのか分かんない、ね、ゾーン入ってるとマジで記憶ないですよねあんまり。あーアルミライフに関してはリリックってどんぐらいのタイミングで出したんだっけ。当日の朝。もうあそっか当日の朝か徹夜できたの。もう瀬戸際だったんですよ本当にバルミに関しては。でもうオケ撮りの日にもリリックはマジで間に合って、基本的にオケ撮りの日にも間に合ってないですけど俺リリックなんですけど、もう本当にあの歌撮りの当日まで書き続けてリリックはできて、まあでもバルミに関してはデモ結構本当にだから時間がなかったっていうのもあって、デモでできるだけその構成感は自分の中で作ろうって頑張って作って、そこからまあ各々あの一人一人その自分の楽器のパートのところをあのアレンジしてってもらったっていうのがでかいです。なんかその作曲クロイにしてるっていうのは結構俺的にはもうそのアレンジもあの千葉さんもミックスやってくれてるんですけど、最後あのそのミックスまでもう全部作曲だなと思ってて、もうそれはバンド名にしておきたいなと思ってバンドにしてます。デモの段階ではレオがあのボコダって言ってギターでその声を当てるみたいな感じのサウンド感で入れてたんですけど、これはトークボックスでやってっていう風にオーダーが入ったんだよね、うん、でレコーディング1週間前ぐらいに千葉が注文して、前日か前々日に届いたんだっけ、うん、そっから練習して2日間ぐらいでレコーディングに至って、なんかなんだろう、ちゃんと曲作ろうって思ってから結構そのいろんな曲をちゃんと聴くようになったんですよ、その巷に流れてる曲とかで。意外となんかトークボックスってないんだなと思って、なんか使ってる人たちってなんかあんなにそのギミックとして普通におもろくて、あのサウンド感も斬新で結構切れ味あってみたいな、あんな使いやすいものなんでみんなそんな使ってないんだろうなと思って、これはここで一発いっとこうかなとあのどこまでそのいわゆる綺麗な音源というかクオリティの高い音源って言われてるものだと、ピッチをじゃあ歌全部直しましょうとかタイム感全部合わせましょうとか、あの余計ななんか雑音入ってたら切りましょうみたいなところをどこまで残してどこは直して良くしていくかみたいなところの塩梅みたいな感じですね。それってやっぱあれだもん、直したらいいっていう問題じゃない、うん、あとそうですね、やっぱりなんか綺麗になっていくとあんまりそのおっしゃってたライブ感とか人間味が消えていくのと、レコーディングの時にやっぱりそのサウンドを取る段階から結構特にドラムなんかはその空気感とか生感とかっていうので、あのどのくらいのその、まあ、レオンが作ったデモを聞いてどのくらいのこう規模感でやってる風に聞かせたいあの曲なのかみたいのを結構最初に話し合ったりするので、それで増田さんがドラムを取る部屋の大きさを調整したりとかマイクの位置を変えたりっていうのをもうレコーディングの時からやってるんで、あんまりそこを整理しすぎちゃうとそういう良さがどんどんなくなっていくというか、そこのこだわりが聞こえなくなってくるんですよね。だからそういうのを残すみたいな感じですね。まあなんかその生感が必要な理由っていうのはもう完全にそのなんだろう、まあバンドをやってる意味っていうところに直結すると思ってるんですけど、なんかなんだろう、今もう打ち込みで何でもできるじゃないですか。もうでももう打ち込みでわこれ生っぽいなっていうか、もうこれバンドなんじゃないかみたいなぐらいなあのところまでクオリティ作れるこの今バンドをやる意味っていうのは、そのなんだろう汚さみたいなものになんか美徳を感じる人間たちが集まってきてほしいというか、そのやっぱ人間のあったかさみたいなものの魅力に気づいてほしいっていうのはずっとあります。てか分かんない、どうだろう、なんかこのバンドをやってるっていうかその表現をやっていく上で多分この人たち全員はなんか特別じゃなきゃダメだっていう価値観を持ってるんですよ。なんか新しいものを作りたいというか、自分のスタイルじゃないですけどなんかこう聞いたことのないもの見たことのないものをこう世の中に生み落としていきたいみたいなのがあるので、そのなんだろうな、
まあ、だからさっき言った綺麗にしすぎちゃうと当たり障りなくなってってしまうっていうものがあるんですよ。なんかそこをなんかこうちゃんと汚しを入れつつこう聞いてて気持ちいいっていう方向性というかそういうところを突き詰めてますね今は、うん、でもそうかもね、ようにしてますね。なんか結構レコーディングの時にその偶然の産物じゃないですけどおそのまんまにしておく節が俺らだって、例えば勇気が考えてきたフレーズがそう違くないみたいな感じで最初は思うんですけど、あこれかっこいいかもって思ったらそのまんまにしちゃおうみたいなのが他の楽曲で今回のアルバムに入ってたりとか、なんかたまたま生まれてあの本来思い描いてたものとは違ったとしても案外こっちの方がいいかもって思ったらそっちのまんまにしちゃうみたいな、ある意味それが誤差っていう表現に合うのかもしれないですね。まあ、これは憶測でしかないですけど俺もシンポさんも多分そのギャップみたいな、俺らもそうなんですけど、ね、そのさっき言った誤差じゃないですけどやっぱそういう作品と作品とのなんかこうギャップみたいなところがあればあるほどなんかそのお客さん聴いてくれてる人が入り込める隙間を埋めるというかっていうのがあるので、毎回のこのなんだろう、まあ、リスクで考えてもらった案から俺が曲作って、で曲作ったのを聴いてもらってさらにもう MV が本編の MV が出来上がるっていうところでそのギャップを生む回数が多分一番多かったんですよ、その間作品を通してるんでめちゃめちゃ。なんでなんかすごいさらにいつもよりもなんだろう、こう発想が飛躍してるというか、かなりまあいい意味でぶっ飛んでるというか、だからそこがあるからこそなんかいろんな人が考えれる隙間がめちゃめちゃ生まれた楽曲 MV になったんじゃないかなと。